カーグラフィック、カーグラフィック、カーグラフィックは、日本の出版社、株式会社カーグラフィックが発行する自動車、雑誌である。毎月1日発行。厳正中立な評論と、豊富な海外レース情報を中心に、美しい写真で紙面を飾るという、その編集方針により、創刊後50年以上経った現在においても、日本を代表する自動車雑誌として、 世界各国で評価外。その他、環境問題や交通問題などの自動車の負の部分にも言及している。また、イ一やマカオグランプリなどの海外モータースポーツの結果をいち早く日本に紹介したほか、0から400メートル加速テストや長期テストなどのテスト手法を日本の自動車界に持ち込むなど、日本の自動車評論のあり方を大きく変えた雑誌でも、 1962年4月に、主に書道などの美術書を専門に出版していた、中堅出版社である二元社より、小林翔太郎、高島静を吉田次郎によって創刊された。創刊された時の使命は、カーグラフィックであった。それ以前に新車を紹介するだけの車雑誌はあったが、自動車を批評する記事を載せたのは、当氏が最初である。小林は、 編集にあたり暮らしの手帳のスタイルを意識したという。なお、創刊当時からしばらくは1号につき1、メーカー特集という編集方針をとっており、創刊号の特集はメルセデスベンツ 300SL あった。小林翔太郎はモーターマガジン誌へのロードインプレッションなどの機構で、当時の車愛好家に知られており、高島、吉田も同社編集部員であった。 当初は編集長は置かず、小林は編集顧問として客員的存在であったが、後に初代編集長に就任し、同志を日本の代表的な自動車雑誌に育て上げた。小林は編集長退任後は編集顧問を務め、2010年の出版社移籍後は名誉編集長として同志の象徴的存在であり続けた、2013年10月28日に死去。 海外ネットワークの強さを売りにしており、ベルギー人ジャーナリストで、元海一ドライバーのポール・フレイルや、ホンダ海一にも在籍したことのある、F1 ドライバーチャンピオン・ジョーン・サーティース、そのチーム監督を務めた、中村義夫、高島の友人で、イタリアに在住し、ジョルジェット・ジュージアーロと後年至るデザインを起業する、宮川秀幸、英国のジャーナリストである、ロナルド・バーカ。 デビット・フィップスなど、1960年代からすでに、豊富な執筆陣を揃えている。編集長は、小林の後を継いだ、熊倉茂春、万和明、加藤哲也、塚原久志、田中誠治を経て、現在は7代目となる、渡辺慎太郎である。姉妹市であった、ナビ、2010年に、休館と合わせて、ハードの CG。 ソフトのナビとのキャッチコピーが使用されていたこともあった。姉妹市ナビの休館は発行部数と広告収入の減少によるものであったが、本誌についても読者層の高齢化という問題が明らかにされた。2012年に創刊50周年を迎え、同年9月9日に静岡県御殿場市のミゼオ御殿場にて CG 創刊50周年記念イベント、 CG フェスタ2012を開催した。その2年後の2014年9月7日には、カーグラフィック TV 放送30周年を記念したイベント CG フェスタ2014が同箇所で行われた。広告収入の減少などによる収益性悪化を受けて、二元社が自動車雑誌の出版から撤退することに、 ともない、2010年6月号をもって、二元社での発行を終了し、同年7月号から、別資本で設立した新会社、株式会社カーグラフィックによる新体制で発行されることが明らかになった。これに伴い複数の編集者が退任し、塚原も退任することが決定したが、小林や加藤などは、カーグラフィック社に移籍し、引き続き発行に携わることとなった。 販売については、二元社が引き続き行っていたが、2011年4月号、601号からは株式会社化グラフィックに移管され、これに伴い雑誌コードが04303から04951となった。本市のウェブサイト、ウェブクグは、もともとは二元社の運営だったが、前日のような経営状況の悪化に伴い、紙媒体の運営移管に先立つ2008年12月に、 日本経済新聞社の子会社、日本経済新聞デジタルディアニー館。以後は日経が二元社、カーグラフィックから一部コンテンツの提供を受ける形で運営を行ってきたが、2014年11月に価格コムが同サービスの運営会社株式の66.5%を取得することが発表された。複数の新型社の長期テスト。 個々の車種の信頼性を測るテストとされ、1台につき、約2年間実施、3年近い場合もある。テスト車両は、編集部員の普段の足として、取材会場に機材を積載されることもある。車用車として、担当編集部員や他の部員が使う場合もある。車の選択ポリシーには括弧はなく、市場の販売数や人気、技術的な意義などと乖離した例も見られる。 これらの車種には導入順、例外あり2、3桁の数字が付けられている。メーカーからの対応と疑われるテスト車が見られたことがある。なおテスト終了後は次のテスト車の下取り車として売却されたり、申し出た他のオーナーに売却する例もある。売却時のコンディションはかなり良いが、通年で走行するため年間およそ1万5千キロメートルから4万キロメートルがオドメーターに刻まれる。 また、同社の自動車雑誌、ナビでも、アワーカーズという長期リポートを行っている。過去最高価格車は、小豆色の1988年式 BMW750 イールで、車両本体価格1、358万円、二元車、渡辺隆雄社長の足としても使用された。過去の CG の長期テスト車は、一般の顧客同様、ディーラーから購入、例外で、 ロータスヨーロッパ4号車やスカイライン RS44 号車などはメーカー、インポーターから直接購入した。近年、長期テスト車の在籍期間は2年前後でバブル期は1年に満たないものも多々ある。また最終回の後、長期テストページに掲載されることが稀にある。2014年9月号から長期テストがリニューアルされた。以前は、 編集部が購入した車とメーカーから対応される車が混在した形で迷子リポートをしていたが2014年9月号からはロングタームテスト、長期テストは編集部が実際にディーラーから車両を購入し最低1年以上にわたりリポートされる。ショートタームテスト、短期テストはメーカーから対応される車両を約半年程度にわたりリポートされる。 1987年に発足した会員組織である。有料制の組織だが、ニュースレターと呼ばれる開放が配られたり、ウェブや紙面で紹介されている通信販売、プライドジョイでの割引優遇や、グッズやカレンダーの無料配布がされた。運営は CG クラブ事務局と CG 事業企画室で行われていた。 イベントの主催はあくまで二元社ではなく、読者組織の CG クラブ事務局の名で行われる。以下の項目は、鍵リンク先の CG クラブのホームページに詳しい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。